こんにちは、ねねママです。今回はみんなの寝かしつけが成功した方法についてお話をしていきたいと思います。寝かしつけ専門学校ねんねママチャンネル、チャンネル登録してね。ねんねに困ったら寝かしつけ強化クラス、概要欄からチェックしてね。普段はね、一人で寝られるようになるためにとか、セルフねんねができるようになるためにという方法をご紹介しているんですが、今回はリアルな声として、これをやったら寝ましたという声をお届けしていきたいと思います。寝かしつけに普段悩んでる、どうやって寝かしつけたらいいのかわからないという方に向けて12個も紹介するので、その中のどれか一つでも当てはまるものがあるのではないかなと思いますので、ぜひ参考にしてください。1つ目、抱っこゆらゆら、まあ、めっちゃ定番、まずこれですよね。この抱っこにもいろいろやり方っていうのがあって、赤ちゃんにも好みがあって、まあ、横抱っこがこうやってね抱かれるのが好きな子もいれば、縦抱っこが好きな子もいますよね。でちなみに横抱っこができる方が着地確率は高い説はあります。やっぱね、こう縦だとどうしてもこう置くのに重心が変わるから気づかれやすいんですよね。でも横だとこのままこう置いていけるから成功率が高いというわけです。だからどっちでも泣かない、どっちでも大丈夫っていう子の場合は横抱きでやれるといいんじゃないかなというふうに思います。とは言っても横抱きだと泣いちゃうっていう子結構多いんですよ。念のため抱き方がちゃんと安心できるように、できてるか確認をしてみてください。参考になる動画を概要欄に貼っておきますので見てみてください。抱っこでゆらゆらしながらお尻をこう心臓のリズムでトン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 と叩いてあげたら寝やすいというような話もあります。心臓の音、心臓のリズムっていうのはママのお腹の中に、赤ちゃんがママのお腹の中にいた時に聞いていた音なので、低月齢のうちは特にね、それで安心できるというのはあります。ホワイトノイズと同じ理論です。あと同じ抱っこでもバランスボールで跳ねるという方もいらっしゃいますよね。いつも抱っこしたら、あーとか、もういつまで抱っこさせるのってイライラしちゃうような方は、バランスボールに跳ねながらエクササイズがてら、ゆらゆら揺れてみるっていうのもありかなと思います。いずれにしろ抱っこでの寝かしつけっていうのは、やっぱちょっと癖にはなってしまいやすいので、まあ、気持ちに余裕があるときは、ちょっと目が開いてるなっていうところでこう置いていく。泣いちゃったらまただけ、また置くという練習ができるとより良いと思います。2つ目、トントン。トントンも寝かしつけ方法としては鉄板ですよね。このトントンなんですが、結構奥が深くて、まあ、お子さんによって好きな場所が違うんですよね。背中トントンが好きな子もいれば、お腹トントンが好きな子もいるし、あとはお尻とか腰あたりをこうボスボスボスってやられるのが好きだったりとか、まあ、はたまたね、トントンがそもそも嫌いですという子も存在するので、もう本当にまちまちです。全員がこれをやれば魔法のように寝れるようになりますって方法があったらいいんですけど、なかなかそういう方法はないですね。うつ伏せが好きな子はやっぱり、まあ、背中とかトントン、お尻トントンの方が落ち着きますね。うつ伏せの状態でこうトントンって上からやってあげると落ち着きやすいっていうのはあります。まあ、もしうつ伏せで寝てしまった場合は、寝返り返りができない子はちょっと寝が深くなったなって、10分ぐらい寝て深くなったなって思ったら繰り返して仰向けにしてあげるようにしてください。それから寝返り返りができる子だとしても、毛布が置いてあったり、布団、掛け布団があったりとか、枕が置いてあったりとか、寝床に柔らかいものが置いてあるような環境だと、やっぱうつ伏せで寝るっていうのは呼吸ができなくなる可能性があって危ないので、そういったものがない安全な環境を整えてあげるように気をつけてみてください。はい。で、トントンのリズムはですね、落ち着くのはこう定期的にトン、不定期よりもね、定期的にされる方が落ち着きやすいので、こう鼻歌とか歌いながら、ふーんふーんふーんみたいな感じでこうトントンしてあげるっていうのもいいですし、それから寝息とか呼吸に合わせてトントンする、スッスッっていうのに合わせてトントンしてあげるのが効果的なんていう声も聞かれます。あとはトントンじゃなくて、さっきもちょっと言いましたけど、ボスボス、背中ボスボスなんて言葉があるんですけど、知ってます？聞いたことありますかね。手をちょっとこうお椀みたいに丸めて、こうトントンじゃなくてこうちょっと丸めて空気入れる感じで、こう強めにボス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 ってやってあげるのが好きっていう子もいます。背中ボスボスで検索するといろいろ出ますね。こういうね、こう強いとか弱いとか、トントンの速さ、速い遅いも好みがあるので、いろいろ試してみてください。トントンを卒業していくときは、徐々にこのトンとトンの間を空けてフェードアウトさせていくっていうのが、ポイントです。
3つ目、体を撫でたりさすったりする。トントンと叩くのではなくて撫でたりとかさすったりが安心する子もいます。トントンが嫌いそうだったらちょっと試してみてください。これも呼吸のリズムに合わせて、スースーっと呼吸っていうのに合わせてこうやっと落ち着きやすかったりとかもしますし、スピードとかあとこう撫でる場所にも好みがあるので、まあ、お腹がいいのか背中がいいのか腰あたりがいいのかいろいろ試してみてください。4つ目、耳元でシーッと言ったり、ビニール袋をカシ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 ャとやったりする方法です。これは私が運営する寝かしつけ強化クラスというグループでよく結構よく聞く手法なんですけど、耳元でママがシッシッという風に言ったりするだけで寝てくれるようになりましたとか、あとはちょっと途中で起きちゃったりしてもビニール袋を耳元でカシ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 ってやってあげる作戦で寝かせてます、それで寝れるようになりましたみたいな声も結構、ね、聞くことが多いです。のでこれね、実際アメリカの小児科医のハービーカープさんという方がいらっしゃるんですけど、その方が提唱されている赤ちゃんのあやし方の 5S っていうのがあるんですけど、その中にもこの S、 一つの S としてシュッ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 っていう音がママのお腹の中を思い出させて落ち着かせてくれるよっていうことで含まれているものです。なのでそういったシュッシュッって声だったりとかクシ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 みたいな音っていうのが赤ちゃんを落ち着かせてくれる効果があります。あともう一個面白い動画で、ダース・ベイダーの真似で寝かせてるお父さんの海外の動画なんですけど、子供を寝かしつける動画とかっていうのがあったりとかして、まあそういったものも同じ原理ですね。こうって言ってるのもちょっと音はあるんですけど、同じ原理です。5つ目、頭を撫でる。撫でるも、撫で撫でっていうのも、こう赤ちゃんをね、落ち着いた気持ちにさせて、大人にも撫でられたらちょっと安心しますよね、ポンポンってやるとね、眠くさせるのに有効な方法です。おでこをね、こう撫で撫でされるのが好きな子もいれば、眉間が好きな子もいます。あとはこうね、こう目と目の間を軽くなぞってあげたり、生え際、こういう、髪の毛の生え際をこうやって描いてあげるのも好きな子がいれば、耳の上の方、この辺をこう描いてあげるっていうのも好きな子もいますので、どの辺がいいかなっていうのもぜひ、ね、お子さんで探ってみてください。6つ目、ティッシュで顔を撫でるという方法。これもね、YouTube によくある動画のやつなんですけど、ティッシュでこう顔をね、スッと撫でていくと赤ちゃんがこう寝ちゃうっていう動画が YouTube にもあるんですよ。これ、実は先日 TBS の番組で、これがなぜ寝るのかっていうことに対して私が見解を出させていただいたんですけど、まあ明確にこうだからこうっていうのはわかんないんですけど、おそらくこのティッシュに撫でられる快感、ちょっと気持ちいい感じとともに、こう撫でられるとその時にこう自然と目を閉じるじゃないですか。で赤ちゃんってねんねが下手なので、まだ自分でね眠いからって言って寝つく方法を知らないんですけど、反射的に目を閉じることによって自然とこう目を閉じてる時間がこれ繰り返されて長くなってくるうちにだんだん自然と寝ちゃうことなんじゃないかなというふうに考えてます。ここでちょっと番外編です。反町さんのポイズンを聞かせるとか、竹本ピアノの CM を聞かせると泣き止むなんていう話は聞いたことありませんか？これね、寝かしつけに使ってらっしゃる方も結構いらっしゃるんですけれども、泣いてる赤ちゃん、うわーとかって泣いちゃった時に泣き止ませるのに、こうデンデレデンデンデデレデンとかって流してあげるとで泣き止むっていうのはね、結構これもね、YouTube の動画とかでもあったりするんですけど、まあ、このちょっと注目を引くメロディー、デンデレデンとかみんな丸く竹本ピアノっていうの、ピアノ打ってちょうだいってやつがあるんですけど、それとかもこうパッってさせられるようなこうメロディーなので、赤ちゃん自身が泣いてること、自分がバーって泣いたのを忘れるって一瞬止まるっていう、それで泣き止むということでね、こう泣いてるリズムの中で泣いてる自分の泣き声でさらに泣いちゃってたみたいなところにパッとこう止める、それを自分を抑えるきっかけになるような、まあ、メロディーになってくる、ハッとさせられるメロディーっていうことですね。まあ、夜泣きのたびにこれを聞かせるっていうのは非現実的なのでおすすめはしないですけれども、日中ギャーとかって泣いてもどうしようっていう時には試してみるのもいいかもしれないなと思います。7つ目、寝かしつけのタイミングを早める。これはね、これをやったら寝かしつけがスムーズになったという体験をよく聞くものなんですけれども、いろいろ紹介した中の一つが、この寝かしつけのタイミングを早めるという方法です。寝かせるのが遅すぎると、赤ちゃんが疲れすぎてしまって、ちょっと脳がヒートアップしたような状態になってしまって、寝つきづらくなります。
なのでタイミングよく寝かしつけをしてあげるっていうのが大事です。じゃあいつ寝かせればいいのよという月齢別の寝かしつけのタイミングの目安は、あの概要欄に記事を貼っておきますので、そちらを見てみてください。8個目は、反対に寝かしつけのタイミングを遅らせるというのも一つ、寝かしつけがうまくいきやすい方法ではあります。さっきもご紹介した長く起きていると赤ちゃんが寝づらくなるっていうね、7個目で紹介したことっていうのは知ってる方は、早く寝かせなきゃとか、でも時間がみたいなことにこだわりすぎて、赤ちゃんがまだ本当は起きてられるのに、早めって言ってね、ちょっとこう急ぎすぎちゃって、あのまだ寝たくないからぐずっちゃうというようなことが起きることがあります。それで寝られなくなっちゃうっていうこともあります。そういった場合は寝かしつけをちょっと遅くしてみるっていうのが解決方法だったりするので、もしかして私そっちかなって心当たりがある方は試してみてください。これちょっと7個目と8個目反対のことなので難しいことなんですけど、ちょうどいいタイミングっていうのが寝かしつけには、うまくいかせるためにスムーズにやるためには大事ということです。9個目、追いミルク。まあこれは正直結構グレーなところではあるんですけれども、経験としてはよく聞きます。何でもかんでも泣いてるから飲ませろっていうのがいいということではないですないんですが、ミルクが足りなくて泣いてるパターンっていうのも実際あります。もしあのミルクあげると結構ごくごく飲んで、その後しっかり寝てくれるっていうのであれば、ミルクを足していくっていうのも一つの方法かなとは思います。ただし、あの体重の増えすぎとか、あの病院から何か指摘をされてるっていう場合はちょっと避けてください。あの体感的にはですね、体重の増えとか指摘されてないけど、私がそうだったんですけど、体重の増えとかは別に指摘されてないんだけれども、飲ませすぎなんじゃないかとか、母乳を飲ませたからもうミルクは飲ませちゃいけないんじゃないかとか、そういうことをいろんなこと、まあ気にしますよね、育児ってね、いろんなこと気にするので、気にしてるうちにこう躊躇して、結局なんかどうかなって思ってるうちに、結局本当は足りてなかったっていうパターンもあるようには感じているので、足りてないかもしれないなと思う場合はちょっと飲ませてみるっていうのも一つの方法なんじゃないかなと思います。10個目、おくるみです。寝返り前のお子さんだったら、おくるみをしてあげると寝つきやすくなります。背中スイッチなしに下ろすために、結構おくるみをしてあげると、そのままね、環境が変わらず起きるので起きやすいということが期待できます。低月齢の赤ちゃんほどこうくるんとされると、お腹の中、ママのお腹の中を思い出して安心できるので、まあ、できる方はね、くるぐるっと巻いてあげるといいかなって思うんですけど、結構くるみ難しいですよね。お人形なら巻けても、実物こんなムニャムニャしてるので難しかったりしますので、まあ、巻き方自信がなかったりとか、あとは毎回ね、ほどいとおむつ替えが面倒みたいな方は、スワダルミとかスワダルアップっていう、こうペタッてやったりジップアップだったりするようなおくるみのタイプのものがあるので、そういったものを使っていただけるといいと思います。11個目は、添い寝とか腕枕です。これもね、あの結構成功されてる方が多いというか、これで寝かしつけてますっていう方は結構多いです。一緒にゴローンってしてあげたりとか、腕枕をしてあげたりすると、特にこうトントンとか、別にこうアクションをこちらがしていなくても、もうこれだけで寝られます、それで楽なんですっていう方結構いらっしゃいますので、あのこれはこれでママパパ的に楽なのであれば全然ありです。そばにいないと頻回に起きてしまうとか、腕が痛くて辛いからやめたいとかってお悩みがある場合は、それをやめていくっていうことを検討するといいと思いますけれども、そういった悩みがなければ、すごく有効な手段だと思います。ママやパパの存在が感じられるって、まあ、赤ちゃんにとってはすごく落ち着けることなので、まあ、それはもう本当に落ち着けるでしょう、いい、よく眠れるかもねっていうふうに思うんです。ただ一方で、まあ、赤ちゃんによっては、ママパパの存在がそこにあることによって、そのママとかがこう寝返りしたりとか、こう腕を引っ込めたりする刺激で起きちゃう、それでいちいち毎回こうギャギャギャ泣いちゃうっていうお子さんもいますので、ちょっとそういうことを卒業していく、やめていく、自分で寝る力を身につけさせてあげるっていうことを私としてはアドバイスしたりとしています。あとはそのママパパ自体がその部屋にいて、それが刺激になっちゃうってことであれば、別室に寝るっていうことも、ベビーモニターつけてあげて別室に寝るようにしたら朝までぐっすりになったっていう事例もありますので、あの、まあ、そういうこともあのお子さんの気質によっては検討事項かなっていうふうに思います。本当ね、お子さんの好みって千差万別ですよね。12個目、最後ですね、マッサージです。体をマッサージしてあげると副交感神経を優位にしてくれるので、リラックスして寝つきやすくなります。マッサージしながら寝ちゃったらダメですかとかって聞かれることもあるんですけど、まあ、ダメってことは全然ないです。むしろそれで寝てくれたらラッキーみたいな感じでルーティンにしてみたっていいと思います。もし夜中に、あれ、マッサージが終わってることによって起きちゃってるのかもって、
思うようなことがあればそれで何回も目覚めちゃうってことであれば寝落ち前にやめていくように意識していくといいと思います。以前ね、こちらのチャンネルでベビーマッサージの先生に寝つきやすくなるマッサージの解説っていうのを動画でやっていただいているので、もしよければそちらも合わせてご覧ください。最後にですね、本当にね、この今の12個の方法いろいろご紹介したんですけれども、実際私が教科クラスで聞いたことある、実際聞いた話だと、まさか寝られるわけないと思って、ポンって置いて見守っていたら寝ましたという話もありました。まあこれはね本当にもともと寝る力が結構あった子のケースなんですけれども、そういう子もいますので嘘のような本当の話なんですけど、まあ、トライだけはしてみてもいいかなというふうに思います。寝かしつけもね、まあ長期的な目で見ると少しずつ癖を取ったりとか自分で寝つけるように取り組んでいけると楽なんですけど、何しろ育児って一日一日がもう大変じゃないですか。一晩一晩乗り越えるのが大変だから、もう今日をしのぐ小手先のテクニックだって必要ですよね。普段は私はね、寝かしつけ自分で寝られるようにっていう話をさせていただいてるんですけど、今日はなのでね、こうやって小手先、こういうことをやると寝たっていう話がありますよっていうようなことをご紹介させていただきました。で、必要あれば、まあ、徐々にね、こうサポートの強度を落としていくとか介入を弱めていくっていうのはぜひ意識してみていただけるといいんじゃないかな。将来的に手を離れて一人で寝れるっていうふうに楽にすることにつながるかなとは思います。今回実際の声も多く出させていただいた中には、寝かしつけ強化クラスの皆さんの体験談も多く含まれています。メンバーの皆さんいつもありがとうございます。私や他のコンサルタントに質問をしながら、メンバーで交流しながらみんなで年齢上手を目指していくコミュニティですので、ご興味ある方は概要欄にリンクがありますので、そちらから寝かしつけ強化クラスをクリックしてみてください。はい、ということで本日の動画は以上です。参考になったでしょうか？参考になったらチャンネル登録やいいね、コメントもいただけると嬉しいです。ありがとうございます。